平野紫仕様、片付け、神宮寺ゆうた、ヴィンテージ。ジャニーズ退場で、オンライン講座、ある岸士ゆうたは、世界に一つの隠し味の、料理講座今年5月22日にグループを脱退し、ジャニーズ事務所も退場した元キー NG ・ NG リンチェの平野仕様26と、神宮寺ゆうた25号。 その後、7月に入って元ジャニーズ副社長の滝沢秀明氏41が今年3月に立ち上げ平野仕様体エンターテインメント会社、飛べに合流することが明らかになり、世間を驚かせた。平野さん神宮寺さんと同じく5月にキーエヌ・ジー。 リーンチェを脱退した岸優太さん27も今年の9月30日をもってジャニーズ事務所を離れることが発表されています。す。岸さんも平野さんと神ン・ジさんに合流することが濃行視されていますが、一点別路線を行くのか。岸さんの今後の動向には大きな注目が集まりそうです。女性編集者。 戸べに合流した平野と神宮寺が今後どんなことをしていくのか、具体的にはまだ発表されてはいないが、これまでジャニーズではできなかったような画期的な活動への期待も高まっている。今後は SNS などを駆使し、よりファンに近いところでの活躍が期待されています。例えば神宮寺さんは以前、雑誌、 パテイトウ、ワンパブリッシングの2020年7月号の中で、もしもオンライン講座を開くならとの質問に、ヴィンテージ講座、バイクとかデニムとか、男の趣味を堪能したい人だけに、まず集まってもらう。興味がなかったら多分続かないと思うから、デニムなら、製造年の見分け方から細かく教えるよ。と答えていたんです。全能。 四角騎士は、世界に一つの隠し味、が味噌男性ファンに向け趣味を生かしたヴィンテージ講座を開催するなんてこともこうなった今は現実味を帯びているように感じますよ。寝前での女性編集者。ちなみに同質問に対して、平野と騎士はこんな風に答えている。整理整頓講座。人に教えられることなんてないよ、章。 強いて言うなら、家を片付けるのは割と得意だから、整理の仕方なら教えられるかな。基本、家の中はいつもきれいにしているよ。部屋料理講座。短時間でいかに効率よく惜しいものを作るか。がテーマ。第1回のメニューは円流チャーハンで、世界に一つの隠し味を入れたりするよ。その場の思いつきで笑い、騎士。一方、ジャニーズ事務所に残り、 今後もキンプリとして活動していく長瀬角24と高橋海斗24の2人も同インタビューの中でそれぞれ個性的なコメントを残している。四角長瀬と高橋のオンライン講座は長瀬さんはゲーム講座を開いてみたいと答えています。その理由を教えられるものはゲームくらいかな。 俺は銃を使って敵を倒すタイプのゲームが得意で、オンラインでもよくやっているから、上手な打ち方を配信してみようかな笑い、長瀬、とちょっと控えめに答えています。一方の高橋さんは、ダンス講座、初心者編から丁寧にやっていくよ。昔、舞台とかで後輩に教えた経験もあるから、指導のクオリティにはそこそこ自信あり。 配信頻度は週一。無理なく飽きさせないのが大事。と、こちらは長瀬さんと違って自信満々に語っているんです。同じ質問に対する答え一つを取ってみても、5人それぞれの個性がにじみ出ていて面白いですよね。前での女性編集者、ジャニーズを辞めた3人騎士は9月末は今後、現実的にオンライン講座の解説もありえそうだし、長瀬。 高橋も新時代に進むジャニーズの中ではそれに近い形がありえるのかもしれない。近く5人の個性の集合体だったキンプリ最後のグループショットがこちら。今年の5月22日にキンプリの公式インスタグラムにアップされた画像。ティアラ、ありがとう、とファンへの感謝が綴られていた。